はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。前回はですね、トークとしてですね、言葉について、地域の言葉についてお話ししたんですけど、今回はちょっと私、自分のレギュラーでやらせてもらっているラジオ番組でもちょっと話したことがあって、ちょっと皆さんにももうちょっとお話ししたいことがあるので、その話をしたいんですけど、早速なんですけどね、ラ抜き言葉ってあるじゃないですか。食べられるとか、ラを入れる、食べれるじゃなくて食べられる、このラを最近抜いて食べれるとかっていう、言葉を使うタレントさんとか、演者の方がたくさんテレビに出てらっしゃる印象があるんです。で、一般的にもう若者とかも結構ね、普通に使うじゃないですか。いちいちラを入れない、なんか食べれるって言っちゃう言葉結構多いと思うんですけど、私の中ではなんかそれがとても違和感があって、普段から日常会話では使うことがある人に対しては、ちょっと一瞬んって思うけど、別にいちいち突っ込んだりもしないじゃないですか。食べれるって言うから食べられるねとかっていちいち言わないじゃないですか。だけど、だからそれがね、どんどん広まってって、今はもう結構認められてるみたいなんですよ、食べれるっていうのね、ラ抜き言葉。ただ私の中でちょっと毎回んって一瞬止まっちゃうっていうのはあるんです。でそれだけではなくてですね、最近テレビに出てらっしゃる方とかが食リポのことを食レポって言ってる方がちょいちょいいらっしゃる印象があって、食リポが正しいはずなんですよ。テロップは食リポになってるんですけど、食レポお願いします、食レポしますって言ってるじゃないですか。リポートとレポートの違いなんですよね。これは正しくは食リポですよね。で、そこはちょっと一旦置いといて、それも一個気になるんですけど、もう一個もっと気になることがあって、フィーチャーとフューチャーなんですけど、意味が全然違うじゃないですか。誰々を今日はフィーチャーしますみたいなね、っていう時にフューチャーしますって言ってる人がたまにいらっしゃるんですよ。テレビ見ててって思うんです。テロップはもちろんフィーチャーなんですよ。フューチャーって未来とかって意味なんですよね。全然違うじゃないですか。だからこの人を未来しますって予言しますみたいなことになっちゃうじゃないですか。全然意味が違っちゃうじゃないですか。だからその辺の言葉を発する人としてのなんかちょっとこう背筋が伸びると言いますか、なんか私ももしかしたらどこかで間違って使ってたりとかしたら嫌だなって思うことが最近多いんですよね。だからこうやって YouTube を発信するようになって、テロップも入れてもらうんですけど、私多分いろいろ間違えてたりするんですよね。間違えたりするのをこうテロップで直してもらってることが今までにも多分あったと思うんですけど、その時にもうなんて私はダメなんだって落ち込むわけですよ。なので本当に言葉って大事ですよね。間違えて伝えちゃいけないし、もしそれを子どもさんたちが見てね、それで間違えて覚えちゃいけないし、だからすごく気をつけないとなっていう思いですっていう話これね、でもね、皆さんも気になることありません？だんだん日本語ってどんどんね、こう昭和から平成、平成から令和になっていろんな言葉が変わってきてるじゃないですか。だから食べれるとかももう全然もう認められてるみたいなんですけど、全然なんとかとかっていう時に全然って否定が後に来るはずって思ってるのが、全然美味しいとか、なんかね、好きなお娘はちょっと最悪って言ってましたけどね、ちょっと最悪？ちょっと待って、ちょっと最悪って面白い。最も悪いが後に来るのに、ちょっと最悪って、ちょっと最も悪いんだ。どういうこと？
最悪か。ちょっとなんだ。ちょっとなのに最悪か。難しいですね、言葉遣いってね。だ冷静に考えるとなんか違和感がある言葉ってね、世の中に多分いっぱいありますよね。まあまあ、要は発信する側としてはその気持ちは持った上で発信しないと、まあ、間違えることもあるかもしれないですけど、その都度反省もしますし、今後気をつけようと思いますけれども、一応ねやっぱりちょっとずつこう意識はしてたいですね。あと敬語ね、敬語もなんか丁寧語、尊敬語、謙譲語みたいな、なんかあるじゃないですか。なんか自分をへり下ってるのになんか変なとこで敬ってたりみたいな、なんか分かんない、相手を敬うんじゃなくてなんか自分にまで敬語使ってるみたいなね、なんかとっさに出るときに何々してらっしゃいますでしょうか、なんかありますよね。なんかね変な敬語ありますよね。じゃあご苦労ってどっちですか。ご苦労、ご苦労様です。ご苦労様ですって上の人が下の人に言う言葉ですよね。ご苦労様、上の人が下の人に言うんですよね、ご苦労様ですって。地位が違います。なんか敬ってる人にご苦労様ですは絶対言わないでしょ。ちょっと丁寧な言葉遣いの社長さんとかご苦労様です。だから上の人、まあ、地位が上の人が言う言葉だと思います、ご苦労様。でもです丁寧に下の人に対して言ってるのかな。ご苦労様です、ご苦労様ですは目上のものから目下のものに対して使う言葉。お疲れ様ですは同等もしくは目上の人に対して言う。もう昔お殿様が家臣に対してご苦労であったといたわったことが由来だから、ですっていうのは後からできたんですかね。ご苦労であった、ご苦労とか、まあでもとにかく上の人には言わないんですね。なるほどね。なんかもうでもこういうの言い出したらいろいろあるな、止まらないな。なんか最近すごく分かんない、これ何が正しいか分かんない、気になるのが何々じゃないですけどみたいな言う時はないですか。何々じゃないんですけど何々でって分かります。何々じゃないけど、ちょっと待って、これも調べよう。わかります、私の言いたいこと。何々じゃないですけど、これ出てきた。何々じゃないですけどって言い方がすごく嫌いなのだけどっていう人がいますが、例えば家族3人水いらずじゃないですけど家族一緒に仲良く食事に行きました。家族3人水いらずじゃないですけど家族一緒に仲良く食事に行きました、じゃないじゃないですよねって思いません。水いらずじゃんって思いません。例えば他にもあるんですよ、彼女ってほら箱入り娘じゃないですけどとっても大事に育てられてきた印象がありますよね。箱入り娘じゃないですけどとっても大事に育てられてきた印象、箱入り娘ほどじゃないですけどってことかな。なるほどなるほど、そこまでじゃないけどそこまでのほどじゃないですけどってことか。なるほどね。結構若者がなんかメディアで使ってる印象があって、何々じゃないですけどって、これは若者言葉なのかなって、ちょっとそんなことはないんですかね。私ちょっとすごくこれ違和感があるんですよね。でもそういうのを気になってこうやって検索して同じ思いをなんかしてくれてる人がいるとちょっとほっとしますね違和感言葉
まあでもいろいろあるんだろうな。あ、これこれ、接客でね、例えば、お待たせしました、刺身の盛り合わせになります、何々になりますとか、だし巻き卵の方をお持ちしました、お会計はちょうど3000円をお預かりします。なんかちょっと変ですね、どれもね、ちょっとずつ変ですね。なりますって刺身が変化するわけじゃないだろうっていうツッコミがあります刺身になります、お刺身になります、なります、うん。だから丁寧に言ってるつもりなんだけど、正しい日本語ではない場合がねありますよね、うん。まあちょっとそんな話をしたかったわけですが、まあまあまとめると、発信する側は言葉遣いにやっぱり気をつけなければいけないということですね。まあまあミスもただ私もあると思いますけれども、はい、そこは突っ込んでいただけたらと思います、はい今後もし皆さんの中で今後こういうテーマで話してもらいたいなどありましたら、ぜひくださいね。ツイッターとかインスタグラムとかね、メッセージ送ってもらえればと思います。お待ちしています。及川奈緒でした。